上田茂木は、日本の社会運動家。日本共産党結成に参加、中央委員を務めたが、地下活動中検挙され、その後の消息は不明。大分県中津市出身。北海道生まれ。中津藩出身で自由民権運動の党首だった、上田長次郎の八男として、北海道で生まれた。管理となった父の天民によって、朝鮮に渡ったが、間もなく、 大分県中津町の親戚に預けられ、大分県立中津中学校に進む。父の事業失敗のため中学を2年で中退し、1917年に上京。昼は横浜のロイヤル火災保険会社に働き、夜は生息英語学校で勉強する生活であった。この頃から社会主義文献を読み始め、日本社会主義同盟に加盟し、山川人志、 坂井敏彦らの ML 研究会に参加。1920年暮れ、ローヤル火災保険会社を退社。1921年5月に、日本社会主義同盟が解散した後も、水曜会世話役の一人として、活動を続けた。同年暮れ、山川らと、社会主義時事評論雑誌、全英の総監に関わり、翌1922年4月より、その編集責任者となった。 1922年7月15日の第一次共産党の結成に参加、党政委員となった。翌1923年2月4日の第二回党大会で、中央委員に選任、帰還し、前衛、階級戦の編集名義人。1923年6月、第一次共産党弾圧で渡辺正之助らと共に投獄され、同年12月に保釈される。 1924年5月、党理論機関誌、マルクス主義の創刊に参加、ついで1925年9月に創刊された、合法面の機関誌、無産者新聞の編集に携わった。1926年7月、治安維持法違反で、禁錮10ヶ月の判決が確定し入国。 翌1927年1月満期出国すると、すぐに27年定ーに基づいて、東中大味プロブと、当関東地方委員長を担当、無産者新聞社員を務めつつ工場細胞作りに、務めた。著作、翻訳を手掛け、学習会講師としても活動した。1928年3月15日の大眼圧3.15、事件で逮捕、入国。 獄中で結核が再発したが、1930年、はじめ、結核描写で30人の同志たちを指導し、待遇改善のために戦った。各血、重配管のため、1931年10月執行停止を受け出国したが、間もなく地下活動に入り、党中央委員として指導的活動に参加。1932年4月2日、街頭連絡中に、 スパイの手引きによって逮捕され、以後消息を絶った。警視庁で虐殺されたと推定されており、虐殺者の追及も、遺体の捜索もされないままに今日に至っている。ありがとうございます。